気に入りの特等席隣の人でもそうですね。そんな日常8時7分開くのは向かいのドア息を呑む言いかけてたその言葉は今日も逃げた。言いかけシンプルでいいのに意気地ないな。勇気のテスト乗り越えなきゃ逃げるなって。おはようのオーディションして弱虫な自分に勝って、金曜日は頑張らなくちゃ、だって2日会えないからね。眠そうな君を見てる、それだけで満足しちゃってダメだって。頑張らなくちゃそっと声に出してみた。8時0分慰謝料目座られてた特等席ついてないな。空模様まで泣きそうです。8時7分準備まだちょっと待って、ドキドキが震え混じりその言葉は書き消された。雨宿り立ち尽くす僕に傘をどうぞ。君は少し恥ずかしそうに下を向いた。ありがとう震えていた、練習してない言葉言えたから。頑張らなくちゃ、だって2日会えないからね。大好きな君を見てる、それだけじゃ満足しない。